ここからモンスターハンターライダースを紹介していくんですか。はい、紹介していただくのはなんとこちらの方をお呼びしております。どうぞ。モンスターハンターライダーズプロモーションプロデューサーの橋本健一です。よろしくお願いします。プロモーションプロデューサー PPHK です。 PPHK プロモーションプロデューサー橋本健一と。超久しぶりですね。久しぶりですね。2018年の1月ぶりに出演ということでございます。丸2年。はい、もうすごい経ってます。うん、世の中も変わりました。そんな感じで今日はまあ何しに来られたんでしょうかというところでございますよ。そうですね。好評配信中のモンスターハンターライダーズなんですけども、皆さんにたくさん遊んでいただいてまして、ちょうど本日ですね、アップデートが入りましたね。はい、そうなんです。で、今日アップデートしたのが、入ったのが闘技大会。はい、新しい。そうですね。入るんだ。入りまして。で、そこで手に入れられる。装飾品というアイテムが追加されまして、まあさらにライダーがパワーアップできるという。はい、コンテンツ追加となっております。まあそこをちょっとご紹介しようかなと思って今日来させていただきました。お願いいたします。はい。で、実機の紹介に行きたいんですけども、こちら、開発の、機械を使っておりますので、そちらだけご了承ください。はい、ちょっと右下にね、変わった文字が出てると思うんですけども、はい。ではまず今日、実装された闘技場。そうですね。闘技場のね。はい、まず見ていただきたいと思います。うん、はい。で、闘技大会という形で、まあ期間限定で開催される、コンテンツになります。今上の方に書いてますが、イベント、そうなんですね。みたいな感じになるんですね。で、3月25日10時59分までとなっておりますね。書いてある。で、下見ていただくと分かるように初級、中級、上級、まあ上級はちょっとロックされておりますが、はいはい。はい、で、初級が3つ第3戦まであって、それぞれ3戦ずつあります。これのハイスコアって出てると思うんですけども、このハイスコアの合計、3戦の合計で、スコア達成報酬という形で報酬がもらえます。で、報酬見ていきますと、はい、まあここゲットっていうのも獲得しているという状態になります。で、一番上獲得してないところの一番左のやつがちょっと装飾品っぽいアイコンが出てると思うんですけども、あれは装飾品を強化するアイテムですね。その下のゲットってなってますが、これちょっと長押しすると中でできますので、はい、これが加速の秘跡という形で、まあそれぞれヒットポイント、攻撃、防御、賢さも上がるんですけど、速さが一番上がる装飾品となっております。で、まあ闘技大会こういう形でありまして、次装飾品のご紹介をさせていただきたいと思います。装飾品はこの強化というメニューから、はい、この上から2番目に装飾品っていうのが追加されておりまして、で、まあ、装備となります。で、ダライアスをちょっと選ばせていただいて、はい、こういった形で装飾品をはめる穴スロットがあります。で、装飾品は4種類ありまして、それぞれ攻撃、防御、賢さ、速さですね。で、一番上のスロットには攻撃の装飾品がはまると、2つ目が防御の装飾品、3つ目が賢さ、4つ目が加速、ですね、速さの装飾品が入るようになります。で、最後の5つ目なんですけど、いわゆるフリー枠ですね、はい、何でもそのライダーの特徴を伸ばす装飾品を考えてつけていただければと思います。はい、で、これ右が空いてないんですけど、ライダーのレベルを上げていくことでスロットが空いていくという形になりまして、最大、レベル70ですねまで育てると15個の装飾品がつけられると、15個という形になります。はい。なお装飾品自体も強化できまして、そうなんですね。はい。で、まあ先ほどの闘技大会の上級とかをクリアするとこの星4の装飾品手に入るんですけども、はい、目指していけるんですね。じゃあそうですね。でこれを強化していくと。で強化素材が先ほど言った強化アイテムといらない装飾品もここで例えばこれを選択すると上の方に、強化成功確率 50% となってると思うんですけど、はい、まあこれで強化チャレンジしてもいいんですね。50% 成功すると。失敗したらなくなりますね。はい。元の装飾品はなくならないですけど、強化素材として入れたものはなくなります。でまあ例えば星4と星3 2個で 100% になるのでこれで強化するんです。まあ一回やってみますか。100% でやったらあれですね。ちょっとこっちの強化素材も使いながら。何パーぐらい ？80% ぐらいですか。確率上げつつ。ほぼほぼっすね。これで失敗するかもしれない。じゃあ行きますか。どうなの？はい。ということでこういう形でいけるの？どうかな？お、入った。あ、成功。よかった。ドキドキだ。ドキドキ。でこういう形で装飾品自体もレベルアップさせていけるということで、はい。装飾品集めていただければと思うんですが、一旦説明ここまでなので、実際に闘技大会、はい、見てみます。行ってみましょうか。今日はこの中級クエストの第3戦をニューマーク、はい、まだこの機会ではクリアしてないやつですね。でこれ闘技大会入ると基本的にはそのさっき言ったポイントを、ポイントというかスコアですね、スコアによって報酬が得られると言いましたけども、このミッションがあるんですね。闘技クエストミッションっていうのがでこれ5つありまして、これそれぞれクリアするとプラス 20% というスコア加算されますので、5つクリアすると 100% になって、スコアが2倍になると。ああ、なるほどね。必須ですよね、クリア必須です。はい、これミッションはクリアして、スコアを稼ぐというのが必須になってきます。はい。で、スコアを稼ぐには、まあ先ほどもありましたけど弱点属性で、攻撃するとか、あとは少ない、基本的には少ないターンでクリアして多くのダメージを与えて、ダメージを受けずにクリアするのが基本となってまして、プラス先ほどのミッション全て、達成すると高スコアでクリアすることができるとかなっております。スコアに全部いくんですね。はい。そうですね。なので一旦バトルに進んでみたいと思いますが、よろしいですか？はい。はい。じゃあ行きます。そうか。ライドオンとかそういうのはないですね。そうですね。それ別のゲーム。それ別のゲーム。はい、準備 OK。 では進んでいきたいと思います。最初はちょっと SP を貯めていくという形で、どうしますかね。吉沼さんもかなりもうやっていただきました。僕もガチガチでやってて、一応全国ランキング30位とかにちらほらと。素晴らしい。闘技場もさっき裏でもう皆さんがバイオハザードとかやってる最中に僕ちょっとライダーズをスコと闘技場やってました。いや大事ですよ。こういう方の後ろについていく。そうですね。そうね、やらないとね。ライダーズちょっと盛り上げていきたいですね。僕も YouTube の方でぜひぜひですよ。さてで弱点属性、炎属性が効きますので、まずこう打っていくと、ライダーズはあれなんですよね。こうキャラにこのキャラもそうですけど、なんだろう、個性めっちゃ強くていいんですよ。なんか推しキャラみたいなのやっぱみんないるんですよね。出てきますね。僕は忍者の里みたいな。とこあるじゃないですか。男の子。忍者の里の男の子。なんだっけ、なんとか族みたいな。なんとか族。風雅族。風雅の。あの男の子金田がやってる空母、あ、空母、はい水属性の男の子、はい金田がやって、声優さんですか？はい友達なんですよ。あ、そうなんですね。友達なんですね。それで推しているという。ああ、なるほど、なるほど。僕は結構進めたんですけど、ライダーが欲しくてやり直しました。あ、そうか。結局そのタイプ。そうか。今やってるパーティーにもライダーねいますが、はい。まああれ悩みませんか。SP を60で使うか90で使うか。そこなんですよ。その戦略ありますね。こんなんも考えるとすぐ使える。同じでした。自分にも考える。まあ今はちょっとまあ1戦目なので先にちょっと使っていきます。はい、ゴージャスが静かなのは多分ねロックマンかなんか遊んでる。違う、なるほど、ロックマンゼロ上からちょっと通達があって、あ、別のね、通達が見ながらおーいいなと。さあ相手がナルガテールとベルガーですね。新キャラ人気出そうな女の子ですよね。そうですよね。はい。で今まあ記憶石という攻撃力が 1.5 倍になるものが溜まって光ったんですけど、まだちょっと SP が溜まってないのでちょっと温存していきます。はい。次はどの手で行こうかね。ライラってキャラが僕好きなんですよね。これはいいですよね。人気すごい高いですよね。やっぱそうなんですね。そうなんですよ。S 系があるんかな。そうすると僕はちょっと M 系あるみたいな。そうか、そうなるか、そうなるか、じゃあ違うか。気づいてない。気づいてない。そうなるとそうか。それの可能性はなきにしもあらずですね。そうか。そういう方だと違うか。ちょっとなんかミルクボーイみたいになってます。ありがとうございます。でまあ見ていただいている通り、まあ、コマンドバトルでサクサクいくゲームになってるので、簡単なのは本当簡単にサクサクいきます。はい、ちょっと溜めます。ちょっとね、攻撃力を上げていかないと。このキャラクターは補助のキャラクターなんですよね。そうなんですね。バレリオ。バレリオ。大事だ。で、もちろんそのフォースカウトの攻略法は一つじゃないので、いろいろちょっと試していただきたいなとは思ってますね。合わせかな。うん。さあ、行きますか。吉野さん、どっち行った方がいいですかね。僕はバーニングスマッシュ派なんですけど。あれ、そうなんですね。あ、でも、いや、バーニングスマッシュでいや全部 1.5 倍じゃないですか。1.5 倍、1.5 倍、1.5 倍、3回殴るんで、ちょっとダメージ計算わかんないですけど。バーニングスマッシュ。でもさっき見せましたからね、これ生配信的にはレウスの技というか。バーニングクローンがいいですよね。生配信的に。すみません、考えていただいて。はしけさん。助かります。頼んだぞ。これタック技って言うんですよね。そうなんです、そうなんです、タック技。そうです、そうです、後追いになってるぞ。しっかりプロモーションしろよ。僕今日ちょっと辻本さんの代わりとして来てるんで、立場としては。ああ、そうか。宣伝しに来てるんで。ありがとうございます。弱点属性ついてますからね。そうなの。これすごいえげつないダメージしますよ。どうだ。おお、2万超えた。すごい。はしげさん初めて出たみたいのやめてくれ。やっぱ楽しくプレイしてる感じをちょっとお見せしよう。初めて2万超えしたんかなと。これちなみに開発機材だからって強く大きく出るわけじゃないです。ないですもんね。もちろん。はい。そこは。いろんな組み合わせ楽しんでもらえればと思いますね。この技も立ち二刀流なんですよ。ライダーズならではの。ならではですね。だから好きなんですよね。大好きな立ちがこう日本で、大好きな立ちが日本出てくるっていう。立ち好きですか。そうですね。立ちが一番好きな武器なんで。ね。中身は侍なんだな。そうですね。前世は侍だったかもしれないですね。武士だったかもしれないです。そうね。ゴージャスは商人だもん。いやいやいや。僕も侍だったかもしれないよ言いながら笑うなよどういう先生の話だろう。なんかジョージタチってやっぱりそのなんていうのね、男らしいみたいなのがタチなんで、イメージ的に男子的には。郷さんなんか江戸時代になんか記述師みたいになってそうですよね。南蛮渡来のね伝説とか使ってね。そうですよね。はい。エレキトリやってる。橋家さんもっとアピールしてもらっていいですか。えじゃない。家でやってる人みたいな。ちょっと今間を読んで。僕もでもこれでそろそろいろいろなフィニッシュですかね。バーニングスマッシュ。いろいろな状況が。これ強いんですよ。素晴らしい。ありがとうございます。可愛いな。可愛い方見ちゃった。可愛い方見ちゃった。可愛い方。上回っちゃった。おお。はい。で先ほどのリクエストミッションですね。すべてクリアということで、はいボーナス100プラス 100% となっております。真剣。で、今の3戦目8万いくらだったんですけど、まあ1戦2戦3戦合計で今25万1542ということで、まあそれに応じたこういったを20万ポイント超えたので称号も手に入ってますしっていう形で、このスコアって結構高いんですよ。そこまで高くはないかもしれないですね。平均的ぐらいなものか、ちょっと上ぐらいの。ここまで高くはないですね。ちなみに中級だとまだ上がありますので、まだまだ狙えるんですね。一応3つクリアしてますけど、それぞれハイスコアを上げていって、報酬得てくださいという形になります。先ほど敵として出てきたベルガーとナルガテルですね。こちらが3月末に登場しますというところで、ご期待くださいという形ですね。これは扱えるわけですもんね。はい。あとディノバルド、はい、出てますが、新しいお供として手に入るというところで、こちら討伐戦クエストで、登場しますので、星3から星5のディノバルドが手に入りますよという形なので、ぜひチャレンジしていただければと思います。はい。はい。ぜひ皆さんもね、モンスターハンターライダーズプレイしてください。みんなやってるんでよろしくお願いいたします。